朝、飼育員さんは細かく切った野菜や餌をばらまきます。チンパンジーたちが均等に餌が食べられるようにするためです。広範囲にばらまくことで、メスや体の不自由な者たちが安心して食事ができます。今日の餌は人参、さつまいもでしょうか。丁寧に階段、廊下、踊り場などにバランスよく分かりやすいように置いてあります。カラスがチンパンジーの餌をあさりに来ていました。ボスの息子、リキが興奮している様子です。餌の入ったペットボトルを加えています。チンパンジーの中では人気の餌のようです。双子のチンパンジー、カランもヨーグルトを手にしていました。しかし、蓋を開けられずに側面から噛み破り飲んでいるようです。子供たちの祖父、チャーリーもヨーグルトを手に入れることができたようです。さすがに大人のチンパンジーです。蓋を開けて飲んでいます。振って残りのヨーグルトも飲み干したいんでしょうね。チャーリーの飲み残しでしょうか。隣にいるのは群れのボス、リュウです。風格ありますよね。竜はばらまかれた餌を拾って口にしています。声はなんとか飲み残しを口にしたいようです。今日は寒い日でしたので、みんな室内に入りたいようです。昨年生まれた四つ葉も寒いのか、お母さんにべったりしています。人参を食べているのは双子のカランです。祖父のチャーリー、食べ歩きをしているのかな。この子は双子の声です。あっちゃん、ウリ君、赤ちゃん、お母さんのカズミ、おんぶしながら餌を拾って食べています。赤ちゃんの四つ葉を相手しながら休憩でしょうか。最近は四つ葉のロープ遊びも安心して見られるようになりました。双子のお姉ちゃんたちのようなアクロバットはまだまだ時間がかかりそうですね。室内は飼育員さんがまだ掃除をしているようです。寒いんでしょうね。室内にみんな入りたいようです。
こういう姿を見ると、リュウもお父さんですね。室内に入る扉が開きました。みんな、そそくさと入ります。この鳴き声はアキコでしょうか。訴えているようです。またリュウでしょう。自然の流れとはいえ、気の毒です。もう少し、大人になってほしいと思います。Thank you.